あのね。はい。毎回番組の最初に何かしらこう話をして、まあ、いわゆるオープニングトークっていうのをしてるわけですけど。はいはい。もういい加減オープニングトークで話す話もなくなってきたんですよ。あー、なんか、どう本編と繋げていいか分かりづらいというかね。ね。最初はなんかこう唐突に番組が始まるのもいかがなもんかなと思ったから、そうですね。何かしらこう枕的な話をした方がいいのかなと思って始めたこのオープニングトークなんですけど、うんうん、もうこれいらないんじゃないかなと。あ、もういきなり話を始めちゃってもいいんじゃないかっていう。別にここのパートに誰も何も期待もしてないんじゃないかなと。それはそうかもしれないですね。というわけでもう来年からはもうここのパートはなくします。うん、お、きっぱりと。きっぱりと。おー。なしです。急に始まります。急に始まる。そして急に終わります。急に終わる。なんかスピーディーな感じになるかもしれないですね。もう3秒で終わります。3秒で終わる。はい、どうも、沢田信也です。セッティです。まあ、時期的にはもうクリスマスが近い時期ですけど、イルミネーションがね、最近綺麗なんですよね。うちんとこなんかルミナリーですよ。ああ、うちんところはね、まあ銀座に勤めてるんで、銀座の三越ですとか、三木本ですとか、松屋ですとか、まあ百貨店さんとかね、頑張ってますね。そうですか。うん。まあそんな感じで今回お話しする漫画はクリスマスとは全く関係のない漫画、ハチミツとクローバーです。全然関係ないですね。私にとっては思い出の大学時代がちょっと蘇ってきちゃうような。あら、そうなんですか。そうなんですよ。実は私、武蔵野美術大学出身なんですけども。いわゆる略称ムサビというやつですね。ムサビですね。で、ハチクロは、このムサビが舞台になってたりするんですね。うん、ああ、そうやね。そうなんですよ。でね、読むたんびにね、うん、ああ、こんな頃もあったなってちょっと思い出しちゃうんですよね。あら、そうですか。まあまあまあ、僕もね、まあムサビと比べたらもう、天と地の差の、まあ、いわゆる芸大に通ってたわけですけども、まあ、いわゆる言わんとするところはわかるんですが、うん、やっぱりこう、ムサビの雰囲気っていうのは、うん、全然ちょっとわかんないので、はいはいはい、どんなとこなんですか、ムサビって。あ、なんでしょう、多分普通の芸大と、そんなには変わらないと思うんですけども。そうなんですか。学校のね、雰囲気的にはね、真面目な子が多かったね。うん。なんか、ハチクロにも出てくるけど、うん、こう毎日課題に追われて寝れないとか、うんうん、あとね、こう、ムサビは、芸祭っていうのがあったんですけども、うん、一度文化祭的なノリで。うん。で、なんかね、そんなのもね、みんなものすごい気合い入れて頑張っちゃったりするんですよ。あ、そうですか。なんか、1ヶ月ぐらい前から作品を作って、あと、出店をやる子は、もう出店をものすごい力を入れて作っちゃったりとか。うん、それは学祭なの？それね、学祭ですよ。あ、それが学祭なのね。あ、そう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 。それが学祭で。そうやってね、なんか授業もそうだし、うん、遊びもそうだし、あとは、まあ、試験、卒業制作的なものも、うん、結構全部頑張っちゃうような子が、うん、多いですね。あ、そうなんや、うん。うちの行ってた学校は、頑張らない子が多かったからね。沢田さんはどうだったのかな。僕全然頑張ってなかったですよ。全然もう先生からも目つけられてましたから。彼はちゃんと卒業できんのかみたいな。ほんまそんな、まあまあ、中には全然真面目にこうね、才能もあって、勉学にも励んで、作品作りにも勤しんでっていう人は、もう、まあ、それはたくさんいましたけど、うん、少なくとも僕はそこの範疇には入ってない方の学生生活を送ってたんで、いわゆるそのハチクロの漫画を見てても、うん、自分の学生生活とはオーバーラップせえへんのよね。うん、おー、そうなんですね。逆に、憧れの学生生活がここにあるみたいな、そんな感じ。あれ、憧れの学生生活ですか？なんかすごい青春じゃないですか。なんか、蜂蜜とクローバー。ま、あれは、学生生活というか、ま、そこはあまり関係なく青春は思いっきり描かれてますよね。そう、だから、そのムサビっていう、
うん、まあ、いわば、俺が行ってた学校からすると、ムサビはそれこそ、さっきも言ったように、結構、天と地の差があるような芸大でしたから、そこを舞台に繰り広げられる、男女入り混じった恋愛模様であったり、うん、それは、僕から見ると、手に入らなかった憧れの学生生活なわけですよ。ね。あのね、結構ね、違うなっていうところは、うん、その男女入り混じったっていうのが、あんまりなかったんですよ、うん、大学時代。何、男は男、女は女みたいな、中学生みたいな話。なんかね、一緒にいることも多かったけど、うん、基本みんな自分のことで精一杯だから、うん、そんなみんなでワイワイ群れて、なんかをやったりとか、うん、どっかに行ったりっていうのは、少なかったんですよ。それでさっき言った、カリキュラム的にはどうなの？めっちゃ詰め込み。過ぎてるような感じ？めっちゃ詰め込みすぎてる感じですね。1、2年は特に。え、ベッティちゃんは何学科？うん、私は視覚伝達デザイン学科ですね。絵を描くとこではない。あのね、絵を描くだけではない。デザインをする、グラフィックをする学科、うん、単純に言ってしまうと。グラフィックだけでもないんですけどね。なんか目に見えるものをデザインするっていうことを考えていく学科。一応、八黒のね、主人公の、竹本くんでしたっけ、うん、は、建築学科になるのかな、あれは建築ですね。竹本くんは建築。はぐみちゃんは、何やろ、美術？多分ね、油とか、彫刻ではないよな。油かな。あと、山田さんは、山田さんね。陶芸とかやってましたけど。あれはね、工芸家ですね、うちで言う。また、メッティが言っていたのは、そこそはまた違う感じの。そうなの。なんかね、あん中には入ってないんですよ。うん、私が言ってた学科は。そう、作ってる人らはね、こう、より、あの、ハチクロの世界に近い生活だったかもしれない。こう、作品と戦いながら作っていくみたいな。うん。なんか、俺が言ってた学校も、どちらかというと、美大ではなくて、うん、まあ、芸大と美大って微妙に違うじゃない？ああ、美大はね、もっと作る系ですよね。そうそうそう。で、俺が行ってたところは芸大だったので、どちらかというと、概念とか、論理とか、講義が結構多くて、実習があんまりなかったような学校だったんで、まあ、環境学科もあったので、そういう環境学科の人とかは、3日2晩学校に泊まり込んで、発泡スチロールで街みたいなのをいっぱい作ったり模型とかね、してましたけどね。まさに竹本くんがやってるようなことですよ、それ。そうそうそう。俺個人としては学校に泊まり込んで何かを作り上げたっていうことがなくて、うんうん、まあ、そもそもちゃんと授業行ってたのかっていう話があるんだけれども、うん、だからね、そのね、その自主制作においての頑張り具合っていうのも、うん、読んでて眩しいよね。あちくろを読んでて、俺こんなに頑張ってなかった。あれはね、頑張りすぎだね。特に、ハグちゃんがね。そう、ハグミなんかも、才能に溢れてて、うん、環境にも環境に恵まれてたのかな。なんか、いろんなところからこう、うん、オファーがあって、絵を一生懸命描いてたりもしてたけど、うんうん、実際あんな奴はいたの？学校。実際にいるわけがなく、うん、ここはちょっと漫画っぽいんですけど、そんな学生時代にできるって言ったってたかが知れてるわけですよ。まあまあね。そうそう、なんか学科の中で注目されてる子とか、いっぱい展示出して、うん、こう何々展に応募して選ばれたっていう子はいるけど、うん、そのまま別に、こんな取材がわーって殺到するようなすごいっていうことは全然なく、なんかそうやってクローズアップされてる子はいなかった。ですね。じゃあ、学校一の有名人みたいなのは別にいなかった。いないいない。全然。みんなね、他の学科の子なんて、あんまり気にしないというか。どうなんやろ。一応というか、うん、各界で、ね、うん、活躍しているデザイナーであったり、うん、まあ、芸術家であったり、そういう人の出身校はムサビであったりすることが、多いわけですが、やっぱそういう人って学生のうちから光ってたわけではないんかな。それはね、結構人によると思う。特にデザイナーは学生のうちパッとしなくても、うん、入った会社でいっぱい勉強して、うん、こう実績を上げていくっていう人が多いと思うので、うん、
に私の学科とかは概念というか、うん、そういう考え方を学ぶっていうのも多かったので、うん、いきなり、なんだろう、いきなり素晴らしい作品を作るような教え方はしていないから、うん、やっぱ注目されてる人なんていない。それよりも、いい企業に入るために勉強するところ、うん、なので、そこがね、油化とか彫刻化とか、そういうところとは、うちは考え方が違ったんですよ。森田さんみたいな、とんでもない才能を持った人は知らない。そこがね、ちょっとね、ハチクロのね、うんって思うところなんですよね。あ、そう。そう。よくね、友人にね、こう、ハチクロを読んで、私がここの学校行ってたんだよって言ったら、すごい羨ましがられるんですよ。うんまあまあね、確かに。それは僕も羨ましがってましたから。で、なんかね、こんな青春にまみれて、制作にまみれて、うん、過ごす毎日って素晴らしいみたいな。そうですよ、めっちゃ充実してるじゃないですか。充実はしてましたけども、うん、こんなに、なんだろう、青春なんか気にしてる場合じゃないんですよ。おぉ、前、課題課題の毎日で。課題課題の毎日で。それよりも、今日、朝が来るまであと5時間しかないと。うん、その5時間で、どれだけ作れるかみたいな、もうなんかそんなことに追われていて、うん、で、そんな切羽詰まってる中でも、やっぱ体は疲れてるから睡魔を襲ってきて、うん、あ、寝ちゃったどうしようみたいな朝を何日迎えたことか。そんなに、詰め込まれているの課題は。1、2年はそんなに詰め込まれてる。本当に。へぇー。違うね。なんだろう。ね、1週間に授業がいっぱいあるじゃないですか。毎日毎日。うん。各授業で結構ボリュームの多い課題を入れるもんだから、うん、本当に寝る間がないというか。あとね、自分で展示をやりたいって思ってることかね。うん。さらに別に制作をしたりするので、そうすると本当にもう時間との戦いですね。やっぱそう考えると基本ポテンシャルがちゃいますな。そうなんですかね。うちの学校はそんなに詰め込みの実習はなかったんで。おー。結構緩い感じでしたよ。まあ、それがいいのか悪いのかわかんないですけどね。どうなんでしょうね。僕にとっては、良かったんですけど、楽でしたから。うん。まあ、そんなところ行ったってね、別に社会人になったら、大差はなく。まあ確かに、まあ、でもハチクロはその先はまだ描かれてないですからね。そうですね。まだ学生時代っていうね。あ、でも一つね、真山が、学生のうちから建築事務所に出入りするでしょ？してる、してる。ちょっと納得いかへんのが、あなたがムサビは実際に漫画で描かれてるような学校ではないっていうのと同じような意見で、うんうん、建築会社あんなかっこいい、建築事務所あんなかっこいい建築事務所ないやろって。ない、ない。思う。建築事務所は、基本汚いイメージだね。俺も連れが建築士で建築事務所、ねえ、うん、ちっちゃい建築事務所帰ってましたけど、うん、もう全然もうなんかあんなおしゃれそうなやつとかは、いなかったですよ。いないよ。いないですよ。いないよ。なんか社長がゲイで、社長がゲイで、ゲイで、喧嘩別れして会社が別れちゃうみたいな。別れちゃう。鳥取に飛ばされちゃうみたいな。そうそうそう。そんな、ワールドワイドな活動とかもしてなかったしね。そんな会社もあるかもしれないけども、あるんだろうけど、大抵はちっちゃい建築事務所で、安月給で、まあ、ひたすら働かされる。で、ひたすら働かされるから、みんな、どん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 不健康になっていって、こう、汚くなっていくっていうね。書いてる図面もそんなおしゃれな建物ばっかりちゃいますよ。違いますよ、全然。普通の民間のね、なんかよくわからない公衆トイレの図面とかも起こしたりするわけですよ。ありますよ。本当に普通のマンション作ったりとかね。だからそういう意味では、うん、あれよね、一般の人が、イメージするであろう美大、デザイン事務所、建築事務所、みたいな。そうだね。本当にそうだね。よく昔の一時期流行ってたトレンディードラマとかでも、うん、主人公の
女の人が、うん、あの建築事務所とかの設定やったりすると、うん、なんかあの丸い筒とかを担いで、黒いやつね。そうそう、出社とかすんねんけど、うん、そんな毎日そんなしてないわ。してない。毎日、毎日プレゼンがあるわけちゃうわ、みたいな、ね。違う。あの筒は、そんなね、いつも持っててもかっこ悪いしね。なんかすごい、ちょっと、光がいっぱい入るようなオフィスで、うん、図面をペラーって、机の上に掘り出しながら、ここはこうで、みたいな。そんなおしゃれな仕事の運び方なんかせえへんわ、みたいな。しないしない。だいたいね、クライアントがね、よくわかんなくてね。なんか、私もいたんですよ。建築事務所に勤めてる女の子が。もうね、どの現場も過酷すぎてね。うん、みんな体調、もうなんか3社ぐらい行ったんですけど、うん、全部体調不良になって、体を壊して辞めてますからね。あ、そう。でも自分は建築系にいたいって言って、また頑張って転職活動してるんですけど、うん、不毛だなっていうか、うん、特に最近建築業界なんかも不景気らしいですから。不景気らしいですね。ね。そんな、真山が勤めていたようなおしゃれな事務所なんかはそんな、はい。ごく一部の、勝ち組のなんか事務所ですよ、うん。本当ですよ。本当です。そう、だからそういうね、勝ち組はね、そういういい面を、うん、うん。ちょっとね、書きすぎてるかな。まあでも、そこをリアルに書いてしまったら、多分漫画自体が別の漫画になっちゃうんでね。あの、辛さばっかり見えちゃうかもしれない。ねなんかね、共感できるところも多かったんですよ、すごくこの漫画は。ほう、例えば結構ね、学校の描写とかはリアルでね、うん、なんかハグちゃんがプリンが好きで、学食でプリンとか食べてるシーンがあるんですけど、うん、そのプリンを売っているショーケースとか、うん、あとコーヒーが置いてある、うん、こうチェックのクロスが引いてある台とか、うん、もういかにもあれがムサビなんですよ。あ、そうなんや。お、あの食堂だみたいな。十二下だよみたいな。旧下かな忘れたけど、そう。とかね。あとね、学祭の雰囲気とかもね、うん、結構近いものがあってね、あの学祭の、なんだろう、一週間っていうのはね、うん、結構みんな、学校に本当に泊まり込みぐらいの勢いで頑張っちゃって、うん、もう思いっきり風が蔓延するんですよ。季節の変わり目っていうのもあって。でもみんな体調を崩しながら、でも学祭の準備に勤しむみたいなね。うん、そんな雰囲気も似てたりしてね。なんか、ちょっとそういう近い雰囲気も、あの漫画楽しめるのがいいかな。なるほど。一応そこら辺はちゃんと取材をした上で。うん。この作者の人自体は、うん。ムサビではないのか。ではないんじゃない？なんかね、美大でもないって言ってましたよ。こう、私たちがね、ムサビに行ってる当時、そのハチクロがめっちゃ流行ったんですよ。ムサビ生の間でも。で、その、海野さんは、ムサビでもないし、美大にも行ってないって聞いて、ただ美大に憧れてこれを書いたっていう、風に聞いたな。なるほど。なんかな。まあ、ウィキペディアを見ますと、うん、高校時代に漫画家デビュー、卒業と同時にデザイン会社に就職って書いてある。この人自体は、芸大とかは行ってないんだよね。でもデザイン会社には就職したの。よく就職できたな。高校時代に漫画家デビュー、卒業と同時にデザイン会社に就職っていう、順番がすごい逆じゃないのかっていう話でもあるけども。逆ですね。もともとなんか同人活動してる人やったんかな。じゃあ、結構絵は描いてたんだ。な、この人の書いていたスラムダンクの同人誌が、オークションでものすごい高値で取引されるっていう話をなんか聞いたことがある。スラムダンク書いてたの、うん、キラッキラしたスラムダンクになりそう。うん、一回見てみたいけどな、どんな感じなのか。はい、お便りのコーナーです。はい。前回ベッキーとやった、うん、テーマがベルセルクをやったんですけども、はい、まあね、結構ね、感想的なものを、まあ、ツイッターとか、ミクシーとかでいただいてました。あ、嬉しいですね。まあ、正直一件一件紹介してるとちょっと時間が足りないので、まあ全体的には、はい、うん、まあやっぱりベルセルクは
食のあたりが一番おもろいっすよね、みたいな。うん。話。そこはね、誰しもが思うところですよね。あとガッツが人間を超えちゃったらどうしようみたいな話をしたんですけども。うんうんうん。現時点でガッツは人超えちゃってるじゃないですか。そうか。まあ、確かにそうやな。うん、確かに。ただ、まあ、一応、うん、超人ではないので、うん、死ぬかもしれない的なところはまだ残している部分であるから、うんうんうん、まあ、まだ許せるかなと。そうね。そうね。だって、もう、完全に魔のものになってしまったら死なないですからね。うん。まあ、そんなような意見をちらほらといただいてました。はい。ほんでですね、はい、前回その、お便りを募集しますって言った時に、あなたテーマ言いましたけど、うん。なんて言ったか覚えてますか？え？なんて言ったっけね。乳首って言ったんですよ。あー、言ったわ。そのテーマ、乳首で、お便りが来てるんで。乳首で来た。はい。ほー。ちょっとお答えしていただきたいなと。ほー。ちゃんと責任を取って、お答えしていただきたいんですけども。あ、それは、責任持って。はい、じゃあ、どんなお便りが？ゲーム系のポッドキャスト、360チャンネルのクマファイヤーさん。前にも一度、うちの番組にゲストに出ていただいたんですが、お便りの内容なんですけども、はい。乳首を舐めるのと、吸うのと、柔らかく噛むのと、指でつまむのと、いろいろ言葉による表現方法があると思うのですが、うん、ベッティさんに一通り声に出して教えてもらいたいですって。お便りが。バカか。却下です。若干セクハラじみた、お便りが来てるんですけども。セクハラですよね。間違いなくね。乳首に対する、うん、まあ、攻め方みたいなのを、うん、まあ、教えていただきたいっていうことなんですけどね。攻め方。はい。攻め方ね。もう今言ったので全部じゃないですか？わかんないですよ。オリジナリティある何かがあるかもしれないじゃないですか。オリジナリティね、そうだな。そんなにね、性癖が偏っている人と、まあ、経験がないので。今言ったことぐらい。挟むとか。挟む。乳首で挟むのは無理じゃないですか。指で挟むんですよ、ギュって。指でね。指でね。いや、挟むとはまた違う。つまむじゃないですかね。眠るとかね。眠るね。バカか。何を真剣に考えてるんだ。はい、次。はい。まあ、そんなクマファイヤーさんがですね、もう一つちゃんとしたお便りをもらってたんですけども。はい。2009年、満喫した漫画ベスト5を教えてくださいというお便りをいただいてます。あ、なるほどね。はい。2009年。ね、まさか乳首のお便りを送った人とは同一人物とは思えないぐらいのまともなお便りなわけですけど。本当に。じゃあ、乳首は忘れますか？はい、忘れましょう。ちょっと真面目にじゃあ答えようか。じゃあ、どうしましょう。お互いやっていきましょうか。そうですね。5位から順番にとか言ってみますか？ 5 位から順番にお互い言っていきましょうか。はい。じゃあ、どっちが先にやるのか、じゃんけんで。いいですよ。最初はグー。はい。じゃんけん、チョキ。はぁ。あ、俺が勝った。じゃあ、俺、高校。じゃあ、私、先行。はい。はい。では、ベッティが選ぶ2009年の、まあ、面白かった漫画ベスト5、はい、第5位は、はい、でん。しましま。しましま？うん。知らんな。モーニングで連載してるんですけども、うん、女の人に添い寝するっていう仕事をしている、うん、男の子4人と、4人もいいんですよ。イケメン4人なんですよ、うん。そのオーナーの女性のお話。面白そう。でね、面白いんですよ。でもね、すごい淡々としてる漫画なんですけども、うん、まあ、結構今ストレスで寝れない女性とか多いと思うんですけど、結構そういう表現をね、うまく描いていて。そのストレスを緩和させるために挿入してあげるわけ。あ、そうそうそう、ストレスで寝れなくなった女性って、なんかね、別に、彼と
エッチがしたいとかじゃなくて、本当に腕に抱かれて寝てるだけでホッとするんですっていう、実は女性ってそういうところがあるんだよっていうテーマがあって、で、乳首をねぐられたりするわけですね。うん、乳首は置いといて、本当にそういう女性に腕を貸してあげるっていう、なるほど。そういう男の子を派遣する女性の腕枕されたい的な。されたい的なね。なるほどね。そんな漫画があるんで、ちょっと見てみましょう。見てみてください。じゃあ僕の方5位ですけども。はい。卑怯ですが、2作品。え？同率、同率5位で2作品。グーグーだって猫である。おーと、チーズスイートホームです。おー、チーズスイートホームはモーニングじゃないですか。なぜなら、うん、あの去年から猫を飼い始めまして猫がね可愛くて仕方がないんですね。それは漫画も猫に走ってるってこと。そうそう、思わずこの2作品をもう全巻大人買いをしてしまったっていう、スサーダさん的にはじゃあ共感できる点が多いんだ。あのチーズスイートホームの方は、うん、まあチーと呼ばれる猫が主人公で、うん、まあ猫の生態をよく描いてるんですけども、それがよくわかるんですよ。猫飼ってると、ああもうあるあるこんなのあるわーっていう、あれも子猫ですもんね。子猫ですから、ね、単純に見てて可愛いっていう、うん、やんちゃな感じ、ね、はい。でグーグーだって猫であるの方は、うん、漫画家の大島由美子っていう方ですかね、うん、はいはい、有名な漫画家さんらしいんですけど、が主人公で、うん、よくこう野良猫とか拾ってこう取るみたいなんですよ。へー。で主人、その猫を飼う、うんうん、自分と猫との交流話みたいな。へー。映画にもなりましたね。なりました。でも映画は漫画と全然違うんですけど。あ、そうなんだ。漫画見たことないな。グーグーだって猫であるはあのエッセイ、エッセイ漫画、あ、物語が特になくて、うん、猫との間にあった出来事をまあ淡々と描いてるっていう感じですわ。面白そう。はい。じゃあ4位。はい。4位は私はガンツ。おー、ガンツですか。ちょっとね、今年に入って一気読みして、まあまだ連載中なんですけど、うん、最初の方とかね、なんか全然わかんないけど、すごいあの世界観に引き込まれてたんですよね。なんかなんで飛ばされるみたいな、黒い球何みたいな、あ戦ったみたいな。で最初の方のキャラ結構濃かったじゃないですか、うん、ネギの男、異星人とか、異星人とかね、なんか卵産んじゃってる鳥とかね、うん、すごい強烈でね、覚えてるんですけどね。確かにあの最初の方のガンツは、うん、あの統合失調症の人が書いたような世界観やったでしょ。なんかもう思いつきだけでペン走らせるやろみたいな話の整合性とか関係なくね。ね、怖いですよね、あれ。この先大丈夫かなって思っちゃうような。悪夢とか妄想みたいなのをそのまま絵にしたみたいな。うん、でもね、最近はね、一時期なんか単調になったかと思いきや、最近はもう先が読めなすぎて思わず毎週読んじゃってる。思いっきりギア入れてるからな。今すごい勢いですよね。正直その、うん、作者は終わらせる気があるのか的な。これどうなんだろう、この最近の勢いは。まあベルセルクの時も言いましたけど、うん、きっとあの細かい設定とかは、ね、はい、語られずに終わっていくんですよ。それだけ知ってね。なんとなく黒の頑張った勝った終わりみたいな、うん、そんなんで終わっていきそうな感じもしますけどね。うん、でもガンツは人が作ったような振りもあったじゃん途中。多分それも掘り投げっぱなしで終わるわけ。そんな説明もされんとある。あれ振り投げでかいな。ねえ、なんかやたら増えてるしね、黒のスーツの人、うん、どっからこんな湧いたんだって思うしね。現時点でさ、うん、ドラキュラじゃない、ヴァンパイアどっか行ってもうたやん。あ、ヴァンパイアどうなったんだろう。ほら、掘り投げてる。もう掘り投げてるやん。あー、ヴァンパイアね、あれ宿敵だったはずなのに、どこ行っちゃったんだろう。そうですよ。ホフトザウムライとキルビルもなんか全然出てこないじゃん。出てこない。うん、振り逃げかもしれない、いろいろ。うん。あ、黒野くんに死なないでほしいなと思う。じゃあ、僕の方の4位は、はい。僕らのです。
僕らのってなんだっけ？あのね、10人の子供が、ロボットに乗って戦うんですけど、うん、あー、知ってる。一回戦闘するごとに子供が一人ずつ死んでいくんですよ。負けると、本当に死が来てしまうんだよね。負けると地球が消滅するんですね。子供は確か漠然と最初選ばれたんだよね。なんとなく選ばれたんですよ。無作為に。うん、うん、うんうんうん。で、いきなり地球の面をかけて、うん、別の異次元の地球の乗ってるロボットたちと戦うっていう。うんうんうん。しかも相手の敵の乗ってるロボットにも、10人の人間が乗ってて、うん。そうなんだ。うん。めっちゃ物悲しいんですよ。自分が勝っても負けても死んじゃうの？いや、あのね、勝つと、うん。ああ、勝っても負けてもっていうのは、うん、自分たちが負けると、自分たちの住んでる世界自体が消滅してしまう。10人全部負けると、10人全部負けるとっていうか、1回でも戦闘を負けてしまうと、うん、自分の住んでる世界が消滅してしまうね。なんかパラレルワールドのトーナメント戦みたいな感じ。うん、負けられないじゃないですか。負けられない。でも、勝っても、その時操縦していた、人間は死んでしまう。なんだそれ。何それ。むごい、めちゃめちゃむごい漫画やろ。それを子供に貸すんだ。そうそうそう。わお。年半もいかない子供は、子供が地球の面をかけて戦ってるっていう。でそして戦闘はいつ始まるかもわからないので、その戦闘が始まるまでの生活を、丹念に描いてたりするわけですよ。うわぁ、恐怖だなそれ。で僕らのはね、前からちょくちょくは見てたんですけど、うん、もう今年に入って一気に全巻揃えまして。これ気になるなぁ。12月にはもう最終巻が出るので。おぉ。連載時代はもう終わってるので。あ、終わってるんだ。あ、見るしかない。はい。これはもうぜひ見ていただきたい。わかりました。僕らのです。僕らのね。はい、楽しみだ。じゃあ、はい、3位ですか。私はね、3位は虫師。虫師。有名ですな。有名ですよ。有名ですなって言いながら僕あんまり知らないんですけど。アフタヌーンで連載してたんですけど、この前終わったんですよ、連載が。うん。なんかね、どこがいいっていうのは、すごい言いづらいんだけど、描いてる世界観が綺麗なんだよね、すごく。うん、なんか、この世界には、まあ、虫っていう、ちょっと人には見づらい生物と、まあ、あとそれを研究したりとかする虫師っていうのが存在していて、まあ、その人らと人間の関わりっていうのを、一個一個ね、読み切りで描いてるんですよ。一話完結。一話完結ですね、どれも。なんかね、本当にね、その、人間の弱さとかね、逆に強さとか、まあ、あと、この世にはいない虫の魅力とかをね、綺麗に描いててね、なんか、集めたくなるような漫画なんだよね。なるほど。うん。これはおすすめです。まあ、有名やからね、一回ちょっと見てみようかなって思うんやけど、結構絵の密度が濃かったんで、そうだね。ちょっと読むのしんどいなって言ってやめてしまったんやけど。いや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 、そんな非常に読みやすい。あ、そうですか。絵がちょっとアフタヌーン的すぎるなとは思うけども、単体で読んでみても全然、綺麗。わかりました。はい、ぜひ。じゃあ僕の方の3位は、はい。アイアムはヒーローです。あー、わかる。スピリッツで連載しているやつかな。うん。もともとこれ全然俺注目してなくて、うん、でもルサンジマンとボーイズオンザランは見たことがあって、うん、で新しくこの人の連載が始まったなって思って、うんうん、見てた時は、うん、何この漫画全然思んないとか思ってたら、うん、なんか後日、うん、ものすごい展開を見せるぞっていう話を聞いて、そう、で一巻を交代ね、うん、で一巻の最終話までが普通の話やったのに、そう、最後の一巻の最後の最後でええーみたいな展開になって、うん、ね、なるほど、これは俺の好みのジャンルやわ。もうネタバレになるからもうあんまり言いたくはないねんけど、もうびっくらこいたみたいな感じでちょっと衝撃を受けたっていう、うん、そう、これはね、入り方がね、私スピリッツで最初から今全部読んでるんだけど、うん、
入り方はものすごい緩かったの。古谷実の漫画を彷彿とさせるような。古谷実ね。若干なんか幻覚とか見えてるでしょ、主人公が。見えてるね。だからそういうなんか暗い精神世界を描く、なんか再編男の話なんかなとか、思ってたらさ、どこがヒーローやねんみたいな感じで思ってたら、まさかそんな展開を見せるとはっていう。いきなり非現実的な世界がね、ぐわーっと来てね。でもあれもね、最初から見てると、ちゃんとね、伏線張ってるんですよ。嘘。わー、それ見逃してる。単行本で読み直すとね、細かいところで伏線張ってて、なかなかようできとんだと。あとはこれは物語の畳み方だけやなって思うんですけど。ねえ、もうまだね、始まったばっかりでね、何が原因かっていうのが、ようやく話題に出てきたところで、全然まだね、解決先が見えてないね。俺はもうコミックスで読もうとか思って、もうスピーツはもう読まないようにしてるんだけど。ああ、そっか。ちょっとね、単行本読み直したくなった、今の話聞いて。まあ、ぜひぜひ読んでください。はい。じゃあ、2位です。で、私の2位は、ヒストリー。ヒストリエ。ヒストリエですね。これもね、寄生獣書いてた人の漫画ですね。寄生獣はものすごい流行ったけど、ヒストリエってそんな話題になってない気がするんだよね。そうね、なってないね。でね、結構長いんですよ。2003年から書いてるらしくて。6年越しか。6年越しで、まだ5巻っていうね。最新刊がね、相当遅いんだけどね。これ、歴史もんですね。なんかね、時代は紀元前の300何年だから4世紀とかか。紀元前4世紀の話で、なんかアリストテレスとかさらっと出てきちゃったりとかするんですけどね。ね、ギリシャ、スパルタとかそんな話やったっけ？そう、ギリシャ。なんかね、主人公はね、実在の人物っぽいですよ。あ、そうなんや。まあ、実在の人物でどれだけ脚色されてんのかわかんないんだけど、結構ね、奴隷とかそういうのがあった時代なんだけど、奴隷とか人種とか、種族とか、争いとかがめっちゃあった時代だけど、なんかね、主人公はね、すごいね、不思議な運命なんですよね。なんかものすごい賢い子なんだけど、賢い子で裕福なお家に生まれたけど、実は、まあ、野蛮だって言われてる、スキタイ人っていう、そういう民族の子供だっていう事実を幼い頃に突きつけられまして。で、まあ、そんな民族、市民だって認められないっていうことでいきなり奴隷になっちゃったりとか。でも奴隷船が沈んで、また別の民族の村で生活するようになったりとか。で、いきなりマケドニアの王様に見初められて、こう、王室付きのなんか職業についちゃったりとか、なんかすっごい話がね、くる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 変わっていって、それがね、また実在の話に沿ってるっていうのを聞いて、ああ、すっごい面白い人がいたんだなって思いながら見てるんですけど。まあ、ドラマティックな展開ですわな。なんせ話が遅くてね。そう、だから俺もこれ4巻ぐらいまで読んでたんやけど、これは先が長そうだって思って、終わってから読もうって思って、本を閉じてしばらく経ってみたら、まだそこから1冊しか出てなかったっていう。もうね、終わりが見えない。そうでしょ。まだ青年だからね。歴史ものとかやり始めたら絶対先長いんですって。絶対長い。もう書かなきゃいけないことが多いんだろうね。そう、ベルセルクみたいな運命を辿るんですよ、きっと。まあ、さすがにね、終わりは見えてるだろうけどね、その人の歴史は事実としてあるからね。漫画がね、作者のライフワークになったらもう終わらないですよ。はぁ。もうね、淡々と続けてしまうことになるのかな、これも。ちょっとね、そんな不安はありながらも、でも非常に面白い。なるほど。ね。はい。まあ、僕の方の2位は、先ほども出ましたけど、ガンツなんですね。2位ですか？ 2 位です。おー。今まではもうずっとヤンジャンでしか立ち読みしてなくて。けど最近の超展開に、結構鳥肌もんが立ちまして。思わず、
古本市場に行って、うん、まあ前回集めてる途中ですから、おそれぐらいハマっちゃったっていう今年になって。ほんと。ね、読み直すと全然違うよね、あれ。コミックス通して読んだら全く脈絡ないけどな、ガンツ。脈絡はない。だからさっきも言ったような振り逃げ的なものだね。一巻読んで、最新巻を読んだら多分意味わからへんのは、なんでそういう展開になってんねんみたいな。わかんない。もうね、謎ばっかり増えるんだよ、あの話。まあ一番結構ハマりましたから、2位はガンツですね。あー、ほんとね。はい。ここは、被りましたね。ええ。で、私の2009年の1位は、はいはい。チェーザレ。チェーザレ。ねえ、名前は聞いたことあるんですけど、どんな漫画かはちょっとわかんない。これもね、歴史ものなんだけど、うん、これはね、16世紀の話らしい。チェーザレもね、実在の人物、うん、実在のスペイン人の話なのかな、うん、あんまり先が気になるから、全然この人物のことは調べてないんだけども、うん、今のところ、すっごい聡明で、まあカリスマ性を持った、このスペイン人を中心に話が進んでいて、うん、なんかね、やっぱこの時代、すごく宗教的な意味を含んで争いが多かったりとか、うん、あと、司教とか、そういうキリスト教の中でも権力争いっていうのがものすごいあって、うん、彼はそんな渦中にすごく身を置いてるんだけども、なんかね、彼を客観的に見る人物が主人公なんだけども、すごくね、その人物の描き方が魅力的だったりとか、あと、このスペインならではの華やかさ、うん、あとね、この時代のんで芸術っていうのもすごい華やかだったりして、結構ね、この時出てくるのがね、芸術家って言ったら、何て言ったの？結構ね、芸術家もね、知ってる名前がわんさか出てくるんですよ。うん。うん、でね、そんなのと照らし合わせながら、すごい話が、面白く。歴史もハマってますな。なんか、今年流行りの歴女な感じでした、ね。また、歴女はまた違う意味やろ。違うんだ。武将好きとかやろ、あれは。イケメン武将好きや。好きじゃないんだ、そっか。じゃあちょっと違うな。なるほどね。歴史もんでしたね、今年もね。歴史もんは、呼び出すと長いで、終わらへんよ。長いんだけどね、このチェーザでもね、本当に先が見えないんだけど面白いんだ。なるほど。うん。でした。じゃあ僕の方の堂々第1位はですね。おお。ドラえもんですね。おお。いきなり今更。今更ですけど。手塚さんが亡くなってから、違う。藤子さんが亡くなってから久しい。そう、今年になってね、その藤子 F 藤子大全集っていうのが発売されたんですよ。おお。それはもうドラえもんだけじゃなくて、その藤子 F 藤子の書いた漫画すべての大全集なんやけど、超豪華本。全部で40何巻とかじゃないかな。おお、すごい。で、それは別に俺集める気はないねんけど、うん。もうドラえもんだけ集めようと思って買い始めて。うんうん、で、また、その、今回の藤子 F 不二雄大全集のすごいところは、うん。あの、テントウムシコミック、ヤンク。はい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 。うん、そうだった。に、うん。収められている漫画だけじゃなくて、うん。あの、昔、小学1年生とか2年生とかっていう。乗ってた。ドラえもん乗ってたでしょ、うん、うん、乗ってた。各学年に乗ってたでしょ、ドラえもんって。乗ってた。で、各学年のドラえもんは話が違うかったでしょ。嘘。あ、そうだ。違ったのかも。それが全部収められてるんですよ。お、すごい。今回の藤子 F 不二雄大全集。単行本になってないの？あの小学館に行ってたのは。お、知らなかった。まあ、昭和46年生まれの人が、小学1年生の時に読んだドラえもんとかなんか載ってんの。うん、お、すっごい。すごいわいとか思ってね。それは、テントウムシコミックのドラえもんとうまく繋がってるの？ちゃんと。いや、もう全然こう話に脈絡繋がってなかったするよ。なんかガーコとかいう、うん、全然知らへんキャラクター出とったするしな、最初から。おー、やっぱそうなんだ。へー、それは見てみたい。そう、だから集め出してるんですよ。うん、何巻あるんですかね。全部で8巻やったかな。来年の6月で
完結するみたいなんやけど。あ、でも8巻なんだ。おー、読めるめっちゃ分厚いで、辞書ぐらい分厚い。殴ると死ぬぐらいの分厚さ。結構気合い入れて読まなきゃな。だってドラえもん、私単行本実家にいるとき集めてたんだけど、うん、全部で50巻弱あったのかな。藤子不二雄さんが死ぬまでに。うん、それが8巻にまとまってるって、どんだけの厚さだって思うもんね。重いよ。漬物、漬けれそうなぐらい。持ち歩いて電車とかで読めないな。そう。もう、寝そべって、うん、あの、顔の上とか持っていかれへんからね。重い。うつ伏せじゃないと読まれへんから。うつ伏せかちゃんと机の上に置いてみたいなね。そうそうそう。まあでも読み直してみても、まあドラえもんは面白いな、うん。昔の話の方がね、ちょっとね、皮肉っぽさもあったりしてね。そう、最初ね、ドラえもん、なんかドラえもんって結構あの、アニメの影響とかもあって、うん、ちょっとのび太くんにおこごとを言うような、うん、ちゃんとした性格の、うん、まともなキャラっぽいやん。うんうんうん、でも初期のドラえもんとか、ね、若干気違いみたいやから。気違いっつうかね。ま、なんかね、すっごい熱くなっちゃったりとかね。すんげえシュールやで、なんか見とったら。一巻の本当に第一話も結構衝撃的で、ジャイ子と結婚するっていうのがアルバムの中で鮮明に書かれてるじゃん。なんか、結婚しちゃったみたいな、会社焼けちゃったみたいな。で、なぜか子だくさんとかね。ごっついシュールやで。ごっつい。あれめっちゃ不幸なことを普通に書いてたりするからな。そう。なんかね、今のドラえもんはね、やたら可愛いけど、そうじゃないんだよね。何時何分首吊りとか言って。首吊った。首吊ったら、ギャハハ首吊りだーって書いてあるね。そう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 。ええー、って思うよね。ものすごいシュールやなとか思って。うん、それが第一話。第一位ですね。うん。まあそんな感じで、2009年満喫した漫画ベスト5ということでしたけども。そんな感じです。はい。この番組ではお便りを募集しております。狭くて浅いやつらのブログのメールフォームから送っていただくか、狭あさ 826@gmail.com までメールを送ってください。ブログのコメント欄も開放してありますので、そちらにコメントを残していただいても結構です。また、ツイッターでも受け付けています。スマーサのアカウント宛てに、リプライやダイレクトメールを送ってください。はい、お願いします。じゃあ今回も、なんか募集のテーマ決めておきましょうかね。そうですね。じゃあどうぞ。では、あなたのおすすめ漫画。教えてください。はい。じゃあ、あなたのおすすめ漫画を教えてくださいというテーマでよろしくお願いします。お願いします。はい、エンディングです。はーい。まあ、はじみずとクローバーですけども、まあ、ベッティさんはね、うん、そこの大学に通ってたというところで感慨深げということですけども、青春を思い出しました ね、 ね、この漫画のね、僕一番納得がへんのが、うん、エンディングですよ。最後ね、私もちょっと納得いかない。なんでハグミは手を怪我せなあかんかったんやっていう。なんでシュウちゃんとそこでくっつくかなとかね、うん。なんかね、すごいこう、うん、それまではこう、楽しい学生生活、うん、物悲しくも実りのある恋愛模様とかこう描いてきた中で、うんうん、そのグループをどう収束させるのだっていう、その終着地点に、うん、悲劇を持ってくる意味がわからないって思って。そう、ここだけね、ちょっと作品の質がいきなり変わったんだよね。そうそう、うん。なんで闇を描くねんとか思って。なんだろうね。なんか甘酸っぱさが最後の方全くなくなってきたよね。そうそうそう。あのね、少女漫画ってたまにそれするでしょ。する。それ、読んでて嫌やったが、彼氏彼女の事情って。彼かのね。彼かのね。あったあった。うん。あれも途中まではコメディチックで和気あいあいとやってたんが、ね。途中から有馬くんの闇の話とかが始まってやんか。隠された過去的なね。そう、もうそんなええねんとか思ってさ。なんでそんな闇描きたがんねんとか思って。なんだろうね。なんかそれに似た感じを、ちょっとハチクロの最後の方にも感じてしまったね。ああ。なんでそっち方面行こうみたいな。
なんか、エンディングを意識しすぎなのかな。ほんとね、最後はね、いろいろ詰め込みすぎなんだよね。確かに物語としては最後に壁を持ってきて、まあそれで何かしらのクライマックスを見せなあかんのかもしれへんけども。うん、そうそうそう。なんか、歯組が怪我して治るかどうかわからないっていう。そう。その悲劇はいらないんじゃないかなっていう。うん。ですね。あと、森田さんのね、話もね、ちょっと重すぎたんだよね。あ、お父さんの会社、関係で復讐するって話ね。そう。え、復讐だったのって思って。ちょっとそれが悲しかったわ。そやな、なんか、うん。重い人生を背負わせる必要があったのかっていう。ね。そんな感じはした。ね。ハグちゃんも実はちょっと重い人生だったじゃん。なんか、おばあちゃんに引き取られたけど、おばあちゃんが結構ヒステリックになっちゃって。うん。で、しゅうちゃんに引き取られた。うん。って思った。まあね、なんか少女漫画はそんな感じで、うん、話を描きたがる作者も多いんですけど、まあ個人的には、その、うん、漫画はハッピーエンドで終わってほしいタイプなんで。うんうん。まあそういう意味では、ハチクロのラストはちょっとなんか、納得がいかなかったかな、うん。ああ、でもさ、ラストのラストの、あの、蜂蜜とクローバーを挟んだサンドイッチを竹本くんにあげるっていう、あれはね、ちょっと蜂黒っぽさが戻ってきたなと思った。ああ、最後うん、寺の修繕の仕事に就くために竹本くんは町を離れるわけですね。新幹線に乗るんですよ、それで。で、そこでこう、はぐみがこう、お見送りに来るわけですけども。ね、そう。竹本くんはそこで手渡されたサンドイッチを泣きながら食べるんですよ。そう。あ、クローバーが全部挟まってるみたいな。で、思い出がバーって蘇ってきて、泣きながら食べて。そう、はぐみはね、竹本くんのために四つ葉のクローバーを一枚一枚探してね。そう。サンドイッチ一枚一枚にこう挟んでるわけですよ。ね、なんかさ、ちょっと前にもさ、一緒にクローバーを探した記憶があったじゃん。うん。それはしゅうちゃんのためだけで。うん。なんかそんなフラッシュバックもあったりしてね。もう、君に会えてよかった的な最後で終わって。そう、君を好きになってよかったんですよ。ああ、そう。それがね、グッときたの。そこはね、すごくハチクロっぽかった。うん。まあね、うん、そこら辺は良かったですけども。うん。まあ、何にせよ、青春を感じられる漫画やね、これはね。うん。ね、本当に。特におっさんになった今やからこそ、より一層、甘酸っぱく感じられてしまうっていう、うん。たまに読み直すといいかもね。そうですね。ね。まあ、そんなとこでしょうか。はい。というわけで、じゃあ、今回はここら辺でお開きにしましょう。はい。はい、お送りしたのは沢田信也と、エッティでした。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。